NC 法の裏技。皆さん混乱しがちなこの NC 法、その裏技をご紹介。そもそも NC 法って何？という人のためにまずは解説。 NC 法とは N 種類でしか数字を表せないよといういわゆる縛りプレイ。意味がわからないですね。実は普段私たちが使っている数字は十進法なのです。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9の10種類を使って数字を表していますね。ここには10は入ってきません。なぜなら10は1と0を使っているからです。これは普段使っているので違和感はないでしょう。しかしここから種類を増やしたり少なくしたりする縛りプレイをすることもあるのです。例えば二進法ならば0、1のみ、0、1だけで全ての数字を表すというわけです。デジタル放送、デジタル時計などのデジタルとはこの0、1で動いているのです。他にも16進法ならば0から9に加えて A、B、C、D、E、F が仲間入りします。これはプログラミングなどにもよく使用されます。16進法はこの16種類で全ての数字を表すというわけです。ここで一つルール。進法といっても10と書いていて実は二進法でしたということも言えてしまいます。そういう紛らわしいことが起きないためにも右下に小さく括弧書きで何進法なのかを書いておきます。例えば3括弧10波10進法の3、1括弧2波2進法の1、こういった具合で区別して書きます。しかし二進法や16進法などは一体どんな数を数えているのでしょうか。実は10進法も含めて全部同じルールなのです。それを見ていきましょう。それではまず普段見ている数字10進法から見ていきましょう。この表を見てください。数字はこんな風に右端から1乗、2乗、3乗といったスロットが順番に割り振り当てられています。今回は10進法、そのスロットにそれぞれ10を当ててやります。すると左端から10の5乗すなわち10万、10の4乗すなわち1万、10の3乗すなわち1000、10の2乗すなわち100、10の1乗すなわち10、10の0乗すなわち1となるわけです。これはいわゆる1の位、10の位というやつのことです。実は全部10の何乗の位だったというわけです。じゃあ1の時は10の0乗すなわち1が1個ということなので10の0乗かける1の1、それ以外は全部0がかかるので0ですね。全部横に足していくとつまり計算すると1となるわけなのです。15の場合も同様です。縦にかけて横に足すと10の5乗から10の2乗まではないので0、10の1乗かける1足す10の0乗かける5は10足す5となり15となるわけです。123456の場合も同様です。これも縦にかけて横に足すすると10の5乗かける1足す10の4乗かける2足す10の3乗かける3足す10の2乗かける4足す10の1乗かける5足す10の0乗かける6となり123456となるのです。簡単ですね。このように表を書いておくと計算しやすいのでおすすめです。縦にかけて横に足していくだけになります。10進法ではこうなりましたが他の進法でも同じ10だったところが2や16になるだけです。では二進法で1はどんな仕組みになっているでしょうか。この表を見てください。同じようにこんな風に右端から1乗、2乗、3乗といったスロットが順番に割り振り当てられています。今回は二進法、そのスロットにそれぞれ2を当ててやります。すると左端から2の5乗すなわち32、2の4乗すなわち16、2の3乗すなわち8、2の2乗すなわち4、2の1乗すなわち2、2の0乗すなわち1となるわけです。これはいわゆる1の位、10の位にあたるものが1の位、2の位、4の位という形に変わったと捉えても良いです。
さ1の時は2の0乗、すなわち1が1個ということなので、2の0乗かける1、それ以外は全部0がかかるので0ですね。全部横に足していくと、つまり計算すると重心法で1となるわけなのです。この計算をすると十進法になるので、右下に10を忘れずに、このような方法を取ると進法の仕組みがわかるのももちろんですが、さまざまな進法を十進法に変換できるということです。それでは二進法の1、0の場合も見ていきましょう。まず縦にかけます。数字があるのは2の1乗のところと0乗のところ、それぞれ1と0がありますね。つまり2の1乗かける1は2、2の0乗かける0は0、それぞれを横に足していきます。2足す0イコール重心法で2ですね。それでは2進法の11010の場合も見ていきましょう。まず縦にかけます。数字があるのは2乗と0乗以外、つまり2の5乗かける1は32、2の4乗かける1は16、2の3乗かける1は8、2の2乗かける0は0、2の1乗かける1は2、2の0乗かける0は0、横に足します。32足す16足す8足す0足す2足す0は重心法で58となるわけです。ここまでは N 進法を重心法へ切り替える計算をやっていきました。表を書いて縦にかけて横に足す、それだけでしたね。それは全て同じで、その上どんな仕組みかもこれで把握できましたね。しかし逆に十進法を N 進法に変えたいときはどうしたらよいのでしょうか。ルールとしては大きい数字から見つけ次第表を埋める、余ったら0乗のところにです。十進法の59を二進法にしていく工程を見てみましょう。59のうち一番近い2の N 乗は2の5乗、2の6乗では64となり、はみ出してしまいますね。それではイコールにはできないので、一つ下の2の5乗、32が一番近い数となります。2の5乗を発見したので表に1と書きます。残り27になります。ここからまた見つけていきましょう。27の中には16がありますね。なので表の2の4乗に1と書きましょう。残り11になります。1の中には8もありますね。なので表の2の3乗に1と書きましょう。残り3になります。3の中には4はありませんね。2の2乗のところは0と書きましょう。2もありますね。なので表の2の1乗に1と書きましょう。残り1になりますね。2の0乗以外に入れられる場所がありませんでした。余ったので0乗のところへ入れましょう。1です。このように大きい数字から見つけ次第表を埋める、余ったら0乗のところにというルールでやれば、重心法の数字をどんな進法にも変換できるというわけです。頑張れば三進法から二進法などできると思いますが、ややこしくてミスをしてしまうと思います。なのでここは十進法をまたぐ形でやるのがベターだと思います。以上、2つの変換の裏技でした。まず表を書く、重心法にしたいときは縦にかけて横に足す、十進法から変えたいときは大きい順に埋めていく、余りは0乗へ。このルールさえ分かれば N 進法はマスターできます。